今回はですね、はい、配信者4名、いや実は今ここ5名いるんですけど、はい、かっこ1名スペシャルスポンサーを除く、はい、4名の配信者を、はい、視聴者が PUBG で倒そうという企画です。普通に PUBG をやるのじゃなくて、ジャンルさんが持ってるカスタムサーバーっていうのをお借りして、はいはいはい、そこに視聴者の人にも入ってもらって、はいはいはい、配信者を倒せゲームをやってでもらいます。そうなんですよ。ということで、はいはい、95名カスタムサーバーにご招待して、1戦目みんなで、その PUBG をやって、なんと2戦目に勝ち進めるのは視聴者たった4名だけです。たった4名、たった4名の選ばれし、光の選手たちが、第2戦目に突入できるという、長く厳しい戦いがございます。おっしゃ、始まりました。始まりました。やっていきましょう。始まった。これでは緊張する。ケソポタートさん、ケソポタートさん、お願いします。死なないように頑張ります。趣旨違う。死ぬとこまでが仕事やから。これ今ここのロビーいうやつ全員視聴者ってことですか？全員視聴者。そうそう、全員視聴者。すごい。じゃあとりあえず誰ちょ、この飛行機の上行きません？飛行機の上。我こそ。さん、飛行機の上で集まろう。はい、ここ。ちょっと。はい、ここだよ。はい。俺ここにおるぞ。来たぞ来たぞ。え、名前見えない。名前見えないですね。おい、あ、そうだもん。これあ、これ草の人だ。これ草の人だ。この頭からナポリタンずれてるのがケソさんす。はいはい。で、このちょお前ら来んな、お前ら来んなすごい。この人たち30分の配信事例あるから、飛行機のように集まってるっていうの分かんないはずなのに、走ってきてる。みんな集まってる。いやでもね、このポーズ誰ですか？ポーズ僕。西武さんす。で、なるほどね、西武さん。完全にあの草さんと同じ格好してるやつがいる。おお、すげえ。意識高いね。草さん女ですよね。草さん女。草さん女。めちゃくちゃ殴られてるけどね。いや違う、そいつね、草さんじゃないね。草さんの真似してる視聴者。巧妙な俺のふりをした視聴者それ。逃がすな、草の人を逃がすな。あれですね、視聴者同士交流してますね。なんかしゃがんだりとかして。へえ。ちょっと見に行こう。これは面白い。すごい、全員視聴者。やっぱいいですよね、PUBG ってこの大規模参加型って。確かに視聴者すごいな。ここにいるの全員視聴者だよ。でも全員が俺たちのこと殺そうとしてるんだよ。全員の悪魔が。逆に、ね、僕たちもこれでキャラクター覚えられたんで、あいつは殺さないでおこうとかありそうですね。あー、これを守れ、西村さんだみたいな。あ、西村さん見えないみたいな。そう、それは辛い。マジ飛び出そう。草の人しか興味ないみたいな。アポロさんのチームになりたい人は西武さん倒してもアポロさんのチームに入れる。そうそうそう。そうですね。そういう裏技あるから。なるほど。だからキャラクターを覚えていただいて、そう。西武さんどれでしたっけ？僕坊主です。どれですか？坊主です。始まった。オッケー。始まった。じゃあ僕ポチンキでおります。マジ？マジなの？はい。僕ポチンキでおります。草の人さんもちろんポチンキですよね、このルートだったら。え、どう考えてもミリベでしょ。マジ？きつくないそれ。範囲に殺されちゃうよそれ。ミリベでカー拾って全員抜くから。いやー、草原さん、これポチン来てくれるんだろうな。あの、これは範囲あるでしたっけ？これ範囲あります。これはあるので、この範囲は、まあ、普通スピードですよね。まだ普通スピードです。はい、僕はじゃあ実家に行きます。実家どこ？じゃあ草原さん、そろそろ一緒に降りましょう。ロドホ行きましょう。ロドホ。え、ポチンキじゃねえの？やっぱロゾホでしょう。いや、ちょっと自分は、いや、超緊張する。アポロさんどこ行かれるんですか？ジャンヌさんからロゾホっていう単語聞くの？一番上のとこ行きます。お、一番上。ケソさんは？俺はもうヤズナヤマイスターなんで。ヤズナヤマイスター。ヤズナヤマイスター。ヤズナヤの良さを一番噛み締めていく。お、ちょっと視聴者一人降りてきた。殺すね、俺。マジ絶対殺すなよ。西武さん、何で行かれるんですか？僕はいつもいつも降りる、マイホームがあるんですよ。ポチンキュー。やべ、実家。うわ、怖え。怖だって、これ落ちてきたら終わりなわけでしょ、もう。あ、でもね、僕はとりあえず周りにいないっす。マジ？僕今とりあえず周りにいないっす。僕結構います。めっちゃ人多い。あ、降りてる。やばい、降りてる。やばい。逃げよう。逃げます、僕は。ちょっと殴り殺されるかもしれない、これ。ほんと車があるんで、僕は逃げます。車ないな。車欲しいですね、ちょっと配信者は。やばい、これやばい。バールで早速殺されてるやついいんだけど、草
アガサ1がバールでキルしましたって書いてるのかな。いや、開幕はやっぱ面白いですね。あぶねえ。とりあえず車をゲットしたんで僕はもう逃げます。おいいですね。僕も武器ゲットしたんで逃げようかな。マジか。あ、範囲がすごい。これツンデレだ。あ、やべえ、マジ。これ草の人さん終わったでしょう。範囲1キル、範囲1キル。アマココアがリズムさん車で引きます。乗せたい。西武さん、ちょっと車乗せてくださいよ。いやいや、ちょっとね、僕多分ね、範囲が結構遠いんで。いやー、やりました。僕を殺そうとした悪魔を殺しました。どこに降りたんですか、西武さんは。僕はね、よくって言ってもアポロさんとやってる時あんま行かないかな。ポチンキの横の、マイホームがあるんで、そこにおりました。本当にこれ AR の排出率上がってる？上がってますよ。 1.2 ですね。まあ 1.2 倍だから心持ちって感じじゃないですか。そうですかね。けど 1.5 とかにするとめちゃめちゃ負けますよ。俺やばいやばい。俺すげえしょっぱい。草さんはまだ家入れてない感じですか？いや、家には入れてね。もう4件見たんだけど、アサルトライフルがあの字が出ない。家入れてない。いや、あの銃が出ないだけで他の家ある。ちょっと待って。車で来たところがもう開いてる。やばい。終わる。まだ誰も脱落してないんでね。やばい。撃たれてる。やばい。開幕脱落か？危ない。マジなのこれ。マジマンジーです。マジマンジーだよ。マジマンジー入りました。あ、やばい。すごい。楽しそうに西武さん。いや、僕ね、このゲーム楽しむの得意なんですよ。だって一番盛り上がってるもん。なぜか。アポロさんが死んだ。早っ。UFE チェーンさん、第2試合、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。アポロさん、アポロさん、マジなの？アポロさん、それソマですか？ソマ？いたんすよ。いやー、マジか。いや、僕も入ろうとした場所空いてんな。あ、じゃあアポロさんは、ジャンヌさん視点をお届けしてください。お願いします。そうですね。はい。ジャンヌさんがずっとあれしてくれてるんですよ。はい、ジャンヌさん視点の画面共有をしてくれてるんで、はい、それを僕が死んだら、そうですね、草さんだとかいろんな人の視点見れるんで、はいはいはい、多分ね、決勝は盛り上がると思うんで。なるほど。すいません、速攻で死にました。アポロさん、いやー、まさか。待って、この時間に間違えてのヘッドショットでキルしてる人いるんだけど。いや、嘘でしょ。まだ間違えて振り回してる人いるの。やばいやばい。間違えて縛りかもしれないね。間違えて縛ってんの？配信してないのに。縛ってんだったらそいつ仲間にやらないけど、間違えてしかなくてキルしたんだったらそいつ仲間に欲しいんだけど。やべえ。怖い。あ、ちなみにこれ今画面がなんか設定のやつですけど大丈夫ですか？設定のやつってどういうことですか？ジャンヌさんの。いや、やばそう。設定で固まって。あ、やられた。ジャンヌダルク信じるんだけど、アルトリアにやられてる。え、待って、ジャンヌダルク配信者弱い。ジャンヌダルクがアルトリアにやられてる。配信者弱い説。まあ、僕は今回入ってないんで、草の人さん見ていきましょうか。そうですね、ちょっと2人見ていってください。じゃあ、アポロさんと僕で草の人さん解説します。はい、お願いします。草の人さん、レベル3バックパック持ってますね。あ、ジャンヌさん、なんか、はい、画面がちょっと固まっちゃってるっぽいんで。あ、ちょっと OK、直せます。はい、これで大丈夫です。はい、草さん頑張ってください。頑張ります。ケソさんはちなみにもうあれですか、もう武器とかは集められた感じですか？はい、もうわかんない。僕まだどの武器が強いかわかんないけど、とりあえず銃は持ってるんでいけると思います。おすごい、これ見れるんですね。これそうです、救援物資のバスとかもこういった形で見れて、いつもこうやって飛べるんですよ。へえ、すごい。草の人さん、これ山の上に物資とかいろいろとありますよ。ありがとうございます。これ配信的にやっぱり物資拾った方が盛り上がるんじゃないですか？やだよ、マジマジ。もういらねえよ、西村さん。西村さん物資拾いに来てください。ちょっと、いや、はい、あ、ちょっと待って、落とす。あ、これ西村さんだ。西村さん、ミッケー。僕77番ですね。はい。で、僕はね、ご存知ね、西村さんなんだ。UMP をね、ゲットしたんで、今回優勝してしまうかもしれないですね。申し訳ないですけど。マジか。AKM と UMP。しかも、AKM は8スコ付きです。強いなぁ。装備は潤沢ですね。防具があれですね、レベル1。どうですかこれで。
あ、レベル3。硬いっすね。なかなか。なかなか。いいじゃないですか。いや。これぐらい硬さあったらね。うん、生き残れそう。僕ね、正直ね、ハチスコすげえ苦手なんですよ、実は。あー、気持ちわかります。ハチスコ。どうなん、実際どうなんですか。なんか、ハチスコより4ぐらいの方がいいんですか。僕4ぐらいの方が好きですね、ぶっちゃけ。僕も4ぐらいですね。あー。でですね。あれ、どこにいるんだ。僕は山の上に登ります、もう。結構から結構なんか範囲の外にいる人いるけどまだ大丈夫な感じですか、範囲的に。うーん、まあまだ第一首相は始まったばっかりって感じですかね。っていうか僕が意外なのは、はい、僕あのポチンキの郊外ですね。ああ、ここか。はいはいはい、はい、ポチンキの郊外、僕さっき言いましたよ。え、マジ。ポチンキアウトオブポチンキ。おお、やばい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 。おある、ある、ある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 、ワンチャンあるある、草の人脱落あるあるある、ある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 、結構うまそう。お、いるいる、あーやる人がなる。やばいろ、グリマ、あー殺された、殺された。え、早っ、みんな早くない？まださ、まだ54人生存なんだけど。嘘でしょ。あのこれね、リスナーさんの前でこれやっちゃダメな配信だ。あれ、もう誰も残ってない。大丈夫、僕は残ってます。西村さんが残ってる。西村さんまだ残ってる。じゃあ西村さんしてお願いします。はい。ウィークリー。待ってください。やった、僕はもうね、グリマ言うんでめっちゃ知ってます。あ、上手い人？ね、そこそこ FPS ガチでやってて。BF とかうまいんで、ちょっと仲間としてはありな、あれですね。これどうすればいいですか、キラー名を何、通報すればいいですか。違う違う、通報じゃない。通報してた。覚えておいてください、覚えておいてください、自分のボタン押すと、はい。まあ、配信残ってるんでね。ウィークリーダストさん、7入ってね。俺を殺したから、責任取ってね。これさ、あの、すごい早く終わるようだったら、これを何回かやってもいいっすけどね。いや、これは多分ね、最後までいい感じで終わると思うんですけど、ただちょっとね、これ西村さんが死んじゃうとグダグダ配信になるね。グダグダ配信。大丈夫だから死なないために僕はこう山にいるわけですよ。で、僕はそれずっと山をキャプチャーしてるんで。終わった、終わった。終わった。3分後に、3分後にここ戦場になる。そこに急行してくる人たちがいますね、いっぱい。ちょっとじゃあ動こう。クソ、ジャンヌ殺す。やば、配信中にそんなこと言っていいんだ。映像がこれカクカクなのは、スカイプの画面共有で共有してもらってるんで、皆さんのお使いのパソコンは正常です。はい、はい、でもし、滑らかに見たい場合のみ、あの、私の配信においでください。あー、確かに西村さんまで行こう。来ました。あ、ゆるゆるゆる、まあ、車、ジャンさん、名前なんて書いてる。メディックイザライブ。メディックイザライブ。これは僕のクラメンです。うわー、やばい、めちゃうまいやつじゃん。ちなみに ATC クラン、そろそろ PUBG、プロゲーマー化なります。え、マジすげー。僕は多分入らないと思いますけど、企画で今あります。やばい、あ、危な、あ、危な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 、落下し、落下し。メディック呼ばないと、メディック呼ばないと。いや大丈夫、あのね、ちゃんと治療キット持ってるんで、もうここは押し末使います。ジャンヌさん、僕、そのプロチームに入ることってできないです。僕も入らないんで。僕、マネジメントなんで。やばい、ちょっとでも上から見られるのですげえ嫌だから逃げます、僕はもう。ジャンヌさん、僕、はい、実況解説かなんかの枠で、全然行きますよ。本当ですか。あ、じゃあ、ちょっと今度、お仕事のお話お願いします。はい、今度、e スポーツカフェってあるじゃないですか。あちらの方で、まあ、いわゆる大会を開いたりだとかして、そこで上位集まった人たちを何人か囲ってプロゲームクランを作りたいよねっていうのがあるんですよ。へー、まあ、鈍化すれば、そこで鈍化すれば、鈍化すれば、そうですっていうのもあるので、ぜひともね。あ、今これやばい、嘘。いや、そんなこと言ったら、ほら、ダメだ。え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。いや、名前ちょっと待って。西武さんの周り、敵いないな、全然いない。マジ。どういうこと、どういうこと。いや、西武さん、これ強いわ。いや、とんかつじゃない、これ。ちょっと待って、めっちゃ楽しいやん、自分ら。いやー、来たいける。あー
んよ全滅した。ちょっとメモろ。スクワットなんですよね。スクワットです。ガスの動きが3倍になって、さっき僕たちを倒した人2人ずつメンバーに入れて、勝負になります。なので、はい、試合が始まる前には、通話を一度分けます、はい、分けます今回は、はいはいはい、僕はケソさんと通話して、スクワット、ニシムさんはアポロさんと通話してスクワットで、負けたチームはたった8人しかいない、はい、この広いマップにたった8人しかいないけど、負けたチームは1週間ツイッターの末尾に、ニシムアポロキッズもしくは、サイボキッズという、草ポテトキッズの方がいいね、俺ら草ポテトって名前でやってるから、う、ね、うん、草ポテトキッズっていう、ツイッターの名前に、大変名誉な名前がつくことになるんで、始まりますかこれ。どうですかね、まあ一旦待ってましょう。やばい、なんか8人でやったことがないんで、西村さんあります？ナイス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 、全くないです。怖い。あ、やべ失敗した。やべ、今の時間に変えればよかったキャラ。あー、そうか、こうちょっとこうね、変装すれば、そうそう変装すればよかった。あ、失敗したな。でも脱げばいいんですよ。脱げばいいか、確かに脱ごう。よし、 OK、 ここで脱いで、そうですね、僕も完全に脱いでますね。了解です。ここで脱いだらあれですか、反映されま す。あ、あそこにいるな、ちょっと喧嘩売りに行こう。おい、やべ、裸足はやだな。お、ちょっとアマさん今2対1になってる、2対1になってる。あ、おかしいおかしい、2対1なんだけど、なぜか草さんが 3人殴られてる。草さんめっちゃやべ、どれがチームだろう。ちょっと、あ、チーム集まりましょう、ちょっとじゃあ、はい、チームじゃあ集合で、チームこっち集合、こっち はい、オッケー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 、あ、オッケー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 、ちょっと確認しちゃおう、ちょっと待ってよ、はい、聞こえるからや、聞こえますか、ワンさん。あ、そうか、これどうやって UFE さん聞こえますか。コントロール T で、はい、話せるようになります。聞こえたらジャンプしてください、聞こえたらジャンプしてください。聞こえる、あ、聞こえてる。あ、聞こえてる。え、これコントロールキーだけでいいんですか。いや、コントロール T ですね。あ、T。はい。あ、これで自分の声聞こえますか。聞こえたらジャンプしてください。これって、もしかして、草さんも聞こえてんの。草さん聞こえてたら死んで。草さん、聞こえてたらどっからか飛び降りてください。そうだな、聞こえて。聞こえてないみたいな。一応切ります。まあ一応切るか、なんか重要な伝達をするときだけ使いましょう。重要な伝達のときをするときだけ使う。で、基本的に僕はもう、ワンさんと同じで、いもります。はい、まあ、とりあえず、ピン、まあ、ピン刺して、そうですね、やりましょう。そこで、はい、さあ、じゃあ一回切って、あ、よし、オッケー。さあ、なるほどですね。なるほどな。センターライズしてないから。後から行きます。後出しで行きます。あ、飛んだのを見て。でもそれで最後の方まで行っちゃったらやばいですよね。結構。そうっすね。いや、もう行きましょうよ。どこ行きますじゃあ。こっからだったら草さんが絶対行かなそうなプリズンですね。はい、やべ。ちょっと一回刺してもらっていいですか。あ、刺しました。降りましたね。降りてる。あ、3人分ないかな。ごめん。あ、どうしようか。はい、まあ一旦行きましょう、あっち行きますか。行きましょう。ただちょっと遠いな。あそこの町とかはどうですか、その手前のここ。あ、でももうピン刺しちゃってるか。いや、一旦ここまで行きましょうか。じゃあ了解です。あの倉庫みたいのがあるところですよね、これ。そうです。あ、でもこれ、はい、行けないかな。はい、はい、あー、はい、はい、やばい、はい、やばい、ちょっと、はい、やばい、違うところじゃない。そうですね、ここら辺にしましょうか。了解です。ちょっと範囲がやべえ。え、青に変更します。じゃあ青に変更で。了解です。で、車とかちょっと見つけていきましょう。はい、範囲怖いな。これ範囲視するっていうのが一番やってはいけないことなんで。一番やっちゃダメですね。いや、どの辺に降りてた、降りてましたかね、草さんたち。結構早めに降りてましたよね。そうですね。車あります？車ちょっと待ってください。車今のところ見つからないかな。あ、ありましたかね。ありました。オッケー。じゃあ、
どこへ降りたんだろうな。ミリベ行く？逆に。そうですね。あ、そうですね。ここで町の方には絶対行ってないんで。あ、でも違う。ごめん、範囲が早いんだ。でも、うん。あれ？アポロさんどこ？このロズ法でしたっけ？その辺通りた気がするんですよね。うーんっていう感じがしますよね。だから下のこう海岸線沿いを沿っていきましょうか。了解です。オッケー。とりあえずじゃあ、見っけたんで。オッケーです、オッケーです。ちょっとじゃあ西村さん、目的地を指してもらっていいですか？オッケーです。みんな来たかな？来てる来てる。一回向かい行きます。あ、じゃあ一回マイルタだな。あ、マイルタ、じゃあ外れるわすぐ。ここら辺だ。オッケーです、オッケーです。やべ、車を武器を早く。そうですね。そうじゃないと。あれ、二人が来ない。二人ね、ちょっと遠いから迎えに行きましょう。了解です。これで殺しちゃったら怖いな。これで殺したら終わるまである。まあ、死なないんでね、一応これだと。そうですね、助けられるかな。ちょっと待って、この辺で大丈夫ですかね。オッケーオッケー。ワンボーヤがなんか来ないぞ。来ないですね。あそこ、あれなのか。崖になってて登れないのか。あ、登れないパターンか。やべ、やべ、もう、はい、はい、はい、来る。はい、来ちゃう、はい、来ちゃう。はい、来ちゃう。あ、じゃあ、ストップ。オッケー、こっから行きましょう。よし。はい、もう一人。もう一人。もう一人。ちょっと、アポロさん、運転変わってもらっていいですか？あ、了解です。そこで、じゃあ、一回降ります。はい、じゃあ、お願いします。あれ？あ、来ましたね。お、なんか武器持ってる。マジ？こいつ当たっとったんか。こいつアポロリスナーやな。怒られちゃうやつだこれ。いやー、どこ行きますかね。じゃあこの青ピンですか。青ピンに向かっていきます。あー、そうですね。ちょっとある程度物件がないと漁れないと思うんで。これダメージはいつもと同じですよね。はい、いつもと同じ、いつもと同じ。ワンチャン、そうですね、範囲が下に寄りそうだったらワンチャンもう速攻でミリベ行きましょ う、はい、うね。まあ、とりあえずじゃあここで漁りますか。そうですね、ここら辺漁りましょう。ちょっと止めます。はい、 OK です。じゃあ僕ちょっとこの辺に侵略してきたら怖い。草軍が奥の方行きますね。僕あの、はい、初めに青刺してるとこ行くんで、そっちのマイルタの方漁っといてください。あ、この辺いいですか？じゃあ大丈夫です、大丈夫です。ってはい、多分まだこっちまで来ないと思うんで、その降りてた感じでいくと。よし、早く集めなくちゃ。多分ですけどロズホかあのマンション、はい、あのスクールあたりに落ちてるんじゃないかと思うんですよ。おそらくですけど、まあ、その辺でしたよね。うん、降りた感じは、降りた感じはね。はい、それでめちゃめちゃフェイントかけてきたら笑うけどな。いきなり移動してきたら、ね、いきなり移動してきたら、そうそうそう。検問で勝つか。検問、オッケー。いらないな、バックがないな。やべ、これアサリも結構早くやらないとダメなんですね。そうっすね、なかなか厳しい。まあ、一旦この範囲の次までは多分、はい、余裕なんで。了解です。この辺は入ったかな。西村さん、あまりのバッグがあったら、はいはい、教えてください。了解です。バッグがなんか見つからない事件が。オッケー、海岸線沿いに行きましょう。もう武器は揃ってます？いや、まだね、僕ショットガンしか持ってないんで。自分ショットガンしかないですね。なのでそっちで、はい、残り30秒になったら車回してもらっていいですか、こっちまで。あ、了解です。ちょっと待って、車の位置が分かんないかな。あと30秒前。お、誰か車で。いや、あ、乗ってるな。びっくりした。味方車乗ってねえのに車のどうすんのかと思って。あ、4速ゲット、あと AR さえゲットすればなんとかなるんだけど、 AR がない。あ、バカだ。 AR1 本あります？なんか自分ないですね、何も。やばい、
やばいですね。ショットガンしかない。ショットガンしかないぞ。やべ、これじゃあ、クサ軍に勝てない。そろそろ30秒なんで、タイミング見て、はい。どうしないと。やべえ。ヨンスコ2本拾ったんで。はい。ああ。誰か AR 持ってねえのか。どこにいる。ちょっと一回とりあえず車乗りますね。はい、お願いします。おお、なんかすごい有能迎えに来てくれ、有能今西村さん迎えに行きます。はい、武器がやばい。武器やばいですね、ほんと。うん、この二人は何持ってるんだろう。あ、でもあのアサルトライフルっぽいの持ってますね。オッケー、オッケー。ちなみに僕、はい、王宮さんの4スコに持ってるんで、はい、武器さえなんとかなれば、ね、自分は王宮キットエナジードリンク2スコですね。やばい。お、いや、その奥まで行きましょう、ね、でミリタリーベースじゃないですね今回。そうですね、ちょっと外れちゃったんで、じゃあここで。うっす。ああ、持ってるね、チェンが。構えてるけど、まあ、いないですよね。うん、OK、ちょっとやべ、範囲がすげえ。あっちの、いや、でもあっちのも動かないと絶対ダメですよね。そうそうそう、あっちはかなり動かされてるはずなんで。逆にこっちの方がまだ、ここにリュックある。僕のとこにリュックあります。リュック自分見つけましたもん。 OK、 AR、 あ、OK、 アサルトライフルがないな、ほんとやばいな。AR2 倍とかにしなきゃよかったね。自分2倍ありますよ。あ、じゃなくて、ああ、出る量。そう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 。意外とないっすね。やべ。やべ、そろそろもう動かないと。そうですね、15秒。やべ、待って。うわぁ。手榴弾とショットガンしかねえ。やべやべ、このあされなさやばい。これオッケーオッケー、行く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 。ごめんなさい、怒れてる。今行きます。先にこっち取るか。いた。いや、でも結構もう、アポロさん、やべ。もう真ん中まで行っちゃうか。はい、こっちかな。いや、ここだろうな。うん、そこ取って勝負ですね。もうやべえな。え、西村さんアサルトライフル持ってます？持ってないちょっとやばいですねかなりやばいっすよ。あ、ここいいんじゃないですか。いや、もう取りに行こうよ。これあされないわ、時間的に。次まで行った方がいい。そうだな、そろそろ。うん、こら出会いますね、次で下手したら。怖。手榴弾。手榴弾火炎瓶。草切ってて書くのやだよ。いや、これありえるぞマジ。みんなどうなんだろう。この UFE さんはあれを持ってるんですよ、アサルトライフルを。はいはいはい。じゃあ分かった、ちょっと UFE さんに渡そう。はい、hey、 UFE さん、へいへい。ちょっと UFE さん聞こえる？ UFE さん聞こえたら止まって。あと、あ、ごめん、範囲入ったらちょっとスコープ渡すんで、止まってください。範囲入った後でいいです。いやー、これ危険物資で、やべやべやべ、範囲がめっちゃ範囲きつい。範囲きついですよこれ、想像以上の。死んじゃいそう。一回回復していいですか？もちろん。向こうはどうなんだろう。ここ
エフィさんここ。やべえ。皆さん大丈夫ですか？西村さんはちなみに回復は大丈夫ですか？回復は大丈夫なんですけど。了解です。いやー、ゲームしが。範囲がめちゃきつですね。きついですね。そろそろ現れそう。え、やば、範囲が。早い。いや、範囲早い。範囲で死亡、ちょっとありえますよ。あり得る、あり得る。範囲早いし、痛い。ちょっと待った。また当たった、これ。UFE さん死んじゃった。あ、自分死んじゃった。しかも撃たれてる。死んじゃった。何ちょっと待って、ちょっと待ってね。そうですね。やはり、ちょっと、はい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 。はい、はい。ちょっと範囲早いですね。いや、そういうルールでいや、ちょっとね。しょぼしすぎるわ、何それ。範囲早すぎる。範囲早すぎる。範囲早すぎるわ。もう一回やろう。これは、範囲を適正にしましょう。やっぱり範囲いや、そっち範囲取ってたんですよ最初に。範囲を適正にしましょう。ダメでしょよ、ダメでしょ。ノーマル範囲でお願いします。ノーマル範囲で、はい、じゃあ配信室戻ります。ふー、アポロさん戻ってきて。いやー、範囲早すぎワロタでしたね。もう走りじゃ追いつかないですね、あれ。確かに。想像の遥か。想像の遥か先。ちょっと待って、でも一回ちゃんと言わないと。もし遅いっすよね。じゃあ 1.5 にしましょうか。1.5 お願いします、1.5 で。いや、1でいいっす。1でいいっす。1でいいっす。いや、西村さん、ほんと長くなりますよ。1の方が絶対いいっすって。っていうのは、その、1じゃないと僕自分たちがその範囲の感覚がずれるんですよ。確かに。いや見てないいや、しょぼしするんですって。わかりました、1でいいです、1でいいです、 OK です、1で、じゃあ1がいいって言って、1でいいって言わずに1がいいって言って、1がいいです、はい、 OKOK、 じゃあ1でお願いします。じゃあパスワード555でいきますね。はい、お願いします。向こうは車ゲーでしょって言ってましたよって言ってますね。あれ、あ、 OK、 4人来た、4人来た、オッケー。まあでも車最初に見つけないと結構厳しいですねこれ。そうっすね。あ、でも移動手段が今回は早くないんでいつもと同じですね。まあでも車ないとちょっときついですね。範囲がそれちゃった時。そうっすね。ちょっと今のうちから考えましょうよ。はい。いや、なんか、うん、もうワンチャンもうミリタリーベースに行っちゃうっていうのも、草さんたちが違うところに降りたらありがたい、ね、ああ、じゃあミリベ行けて草さんたちが先に降りてたらミリベにしましょう。そうしましょう。はい、でそれ以外だったらやっぱり街じゃないとダメですね。もうダメですね。マイルタかヤズナヤかロズホック、はい、うん、ガタカだと少ないですよね。プリモスク、自分意外とここ結構好きなんですよ最近。ああ、はいはいはい。でもここなんか、あ、まあ車も絶対あるか。ここだったらここめっちゃなんかあるんですよいつも。 OK、 じゃあ、上から来てたら、もう即降りしてここに行きましょう、はい、あ、了解です。よし、OK です。 OK、 聞こえてるかな。ちょっとじゃあ今の説明しましょうか。聞こえてますか聞こえてますか聞こえてますか。あれ、ちょっと待って、あれアンミューティッドになってるけど僕喋れてない、バグってる。あ、聞こえてますか。聞こえてたらジャンプしてくださいお二人。聞こえてたらジャンプしてください。聞こえてますか。ああ、ダメだ、聞こえてない。聞こえてないですか？うん、ちょっとこれは苦戦を強いられてますね。やばいっすね。え、なんで？よいしょ。OK。なるほどですね。これ、突っ切っ、あ、でもね、はい、突っ切って、ミリベまで行くかどうかっていう判断ですよね。そうですね。まあここで降りてあそこに行っちゃうっていうのも、まあ、ワンチャンありだと思うんですけど。降りますか、じゃあ。いやー、降りましょう。OK、降りましょう。向こうは降りてないかな。あ、降りてる。
降りてる？降りてます。降りてて、あの SE の方行ってるんで、多分あそこのやっぱロズホックとか、まあ学校でしょうね。味しめてるんだと思います。なるほど。まあここだったらでもすぐ近くにありますからね。いやでもこれ行ききらないじゃないですか。あーはい。車をちょっと探しましょう、また例のごとくで。了解です。車見きました。 OK。 でもさ、だったらここにしない？はい、どうですか？キロピー、あーいいですね。そこ結構あるんですか？いや結構どころか、ここはもう一番最高までありますよ。最高部最高ですよ。了解です。じゃあそこ行きましょう。車見つけたんで、じゃあ OK です。僕も自分で見つけたので、はい、それ拾いに行きますわ。で、あの黄色 P 集合で行きましょう。了解です。じゃあ自分はちょっとこのワンさん、はいはい、ワンさん降りてこないかな。ワンさんがね、多分ね、僕の上ぐらいに降りるはずなんで。じゃあ自分行っちゃっていいですか、そっち。はいはい、もう行っちゃって。おお、遠い、ごめん。マジか。ミリ、もうミリタリーベース行っちゃいます。じゃあこれ先行きますか、もう。はい、オッケー。じゃあちょっと、そうじゃないとなんかピンさせてもらっていいですか。あ、ミリタリーベースですか。ミリベ、はいはい、出しました。オッケーです。で、逆に検問する？あー、でもどっちかわかんないんだよな。そうっすね。オッケー。やべやべやべ、ちょっとみんないるとこ行った方がいいですかね。大丈夫かな、みんな車乗ってます？乗ってないです、乗ってないです。ですよね、チェーンさん拾ってきてくださいよ。どこにいる？チェーンさん拾ってきてよ。チェーンさんあそこに行くか。危ねえ。やべえな、これ。オッケー。じゃあ緑集合でいいですか？緑集合にしましょう。はい。じゃあ僕ワンさん連れて緑行きます。はい。いやー、そこまで寄るとはな。いや、かなりですね。お、チェーンさんまた武器持ってる。マジ？はい。ニシムさんたちも結構進んでます。進んでる。ちょっとじゃあもうほんと直で行っちゃいますね。はい。すげえな。西村さんたちは拾わないですよね、そこ。拾わないっていうのは？拾わない、拾わない。もう直で行きます。拾わないで、はい、最短で行きます。了解です。これなんだろう、この橋渡った方がいいのかな。あー、このルートじゃなかったか。いやでももう結構範囲が辛い。しょっぱなからガソリン持ちます？なんか ガソリン持つと不安だな。まあでも途中で乗り換えれるんで多分。そうですね。そこはもう全力であのシフト押しっぱでいいと思いますよ。了解です。いやー遠いな。遠いっすね。今どっちかっていうと怖いのはもうあのもう時間っすね。あー、そうっすね。向こうのが多分近いじゃないですか。でも向こうは 100% 漁ってるんですよ。あー、はいはい。そっか、もう街に降りちゃったんで。街に降りてるから絶対漁ってるんで、はい、もうワンチャンこっちはあのあれですね、あ、早めにもう行って待ち伏せするみたいな。待ち伏せするしかないですね。了解です。やばい、やばい。どうしました？なんでもないです。大丈夫っす。大丈夫ですか？ちょっと今車こかしそうになったんですけど、ナイスドライビングテクニックで回避しました。やべ、一回乗り換え。
おい、多分このスピードでいけば 100% 大丈夫だと思うんで、 100% ちょっと言い過ぎだけど。いや見つかんねえかな、大丈夫かな。いやでもチェンさんが、はい、なんか武器も持ってるんでいやでもね、戦えないと思うよ。いやなんかもうヘルメットとか持ってるんですよ。なんであ、やばい、どこで集めたか分かんないけど。よいしょ、運転が荒い。僕まだまだいないですか、大丈夫ですか。まだいないです。でそろそろ僕はい、渡ります。マジか、早い。西尾さん早くないですか。いや結構最短でぶっ飛ばしてきたんで。あと舗装道路だったら圧倒的にこの、はい、ダチヤ君は最高なんです。早いです。危ない。自分も今ダチヤなんでちょっと急ぎますね。よし、はい、範囲的には入ったんで OK です。 OK です。よしよしよし、多分今追いつきます。まあ多分この辺でいないってことはいないですよね、まだいないはず、漁ってるはず、さすがに。てかあそこに降りて漁んないっていう選択肢は彼らにはないはず草さんの戦略的にないですか。100%ミリベ方面なんで、まあ自分は渡りました。 OK です OK です。ちょっと西部さん、あれ刺してもらっていいですか、ピン。あ、これ緑で大丈夫ですかね。緑のあたりにいます。了解です。まあ、チェーンさんがな武器持ってっからな、大丈夫でしょやべやべやべ、これ何、山越えられますかね。ここの山越えんの結構ダチヤきついんで気をつけてください。了解です。この辺の家は入んないでもうミリベ行っちゃった方がいいですよね。あ、でも全然いいっすよ、入ってもらっても。ちょっと待って、これミリベってどうやって入んだろう。あー、もう車捨ててきちゃってください。もう置いちゃっていいですか。じゃあ置いちゃっていいっす、ここ置いちゃっていいっす。よし、じゃあ行きましょう。 OK、ゲットうおー、あんま来ないからな。いやすげえな、もう UMP とアサルトライフル持ってるなんだ、いつのゲットしたんやっつって、ちょっと質問しましょう後で、うん、この音は違うよな、取られちゃう。なんかくれねえ、全然くれねえめっちゃおもろい。マジか、ここってどういうとこにあるんですかね、武器とか。普通にあれですよ、建物のあたりにあります。了解です。余るぐらいまでありますかね、自分の分ありますかね。全然ある全然ある全然ある、なん全部取られちゃうんですよか悲しい、めっちゃおもろい。取ろうとしたやつ全部取っちゃう。僕はじゃあ今回はカーで行くか、カー8個で行きます。僕了解です。あ、チェンさん来た、やばい、大ぐらいのチェンが来たチェンさん取っちゃいますよそれ、早く取んないとやべえな。お、カーがあった、ダブルカーでいきますじゃあいやー、あ、まあでもそっちの方が配信映えしますよね、カーで抜いたら。いやでもスコープがないんだよな。あ、スコープね、あるよ、全然ある、全然ある。あります、ハチスコとか落ちてるはず、そこら辺に。すごいな、ここそんなにすごいんですね。まあミリタリーベースですからね、軍事基地なんで。強いやつ、強い防具が欲しいな。いや、いつ来るかだな、草さんたちが。そうっすね、いつ頃やってくるか。お、あー、はい、もう、ね、完全にミリベースね。オッケーオッケー、今回動かなくていいんでこれかなり楽ですね。いや、またカー見つけちゃったいや、カー2本でいきます。なんで、絶対ダメ絶対ダメ絶対ダメ、勝ち放棄するやん。ちょっと待ってくださいね。はい、いや、なんか今のところカーが2本しかないんで絶対ある絶対あるから、さっきから結構見つけてるから他の武器。本当ですか、AK も欲しいんですよね。 16A4 とかあるよ。
他にないかな。お、これは警察ベスト、ミリタリーベストとか欲しいな。そうっすね。めっちゃあるよ武器。本当ですか？めっちゃあるめっちゃある。カーしか見つかんないですけど。絶対嘘、絶対嘘だよ。またちょっとコメント欄で怒られちゃうよ。本当ですか？さっき全部全部スルーしてるよって言われちゃうよ。チェーンさん、チェーンさんに全部取れちゃったよ。なんかだチェーンさんのせいにしちゃうっていう。回復あります？西見さん、回復がねきついです僕今。回復ないですよね。回復ないんかな。回復が結構少なめなんじゃないかという説。じゃあカーと、はい、マイクロウーゼとかはどうです？トミーガンってザコですよね、これは。トミーガンはザコだという噂がありますね。了解です。どうだろう、マイクロウーゼの方がいいですかね。マイクロウーゼカー日本よりは。あ、応急キットめっちゃありますね。あ、マジ応急キットちょっと後で1個だけください。はい、おし、なんですか、勝ちました。何が EMP ですか？ AR サップ。おお、強い。これであとはもう山から見つからずに撃てば勝ちだな。ここって山ありますか？あっちにあり、あるんかな。まあ上の方でしょうね。弾もめっちゃあるな。2倍ですか？わあ、 AKM ゲットしました。 OK、 素晴らしい。弾あります？ OK、です。これで弾は、弾僕ね、怪しいですね。200、はい、すごい。310あるんで 100発ぐらい渡せますよ。ちょっと後でもらいに行きますね。ウイスウイス。OK。レベル3メット。ミリタリーヘルメット。トミーガン。トミーガンがめっちゃある。OK。ちょっとそろそろじゃあ、はい、集合して、その、迎え撃つ体制になりましょうか。はい、了解です。ちょっと一回、回復だけ漁っていいですか。たら、ここだろうな。いやー、そろそろ来るな。そうっすね。怖え。まあただこっちの方がまあ場所的には有利ですからね。そうっすね、範囲は取ってるんで。はい。あ、4倍スコープでかい。OK、完璧完璧完璧。よし、4スコでパリティマスクをゲットしたんで大丈夫です。 OKOK。 あれあれ、ここら辺になんか2階なかったっけ。おわ、スペナーズなんだ、ヘルメット名前変わって分かんねえな。確かに。アポロさん、応急1個もらっていいですか。あ、了解です。でその代わり弾をちょっとあげます。出ます。うっす、お、助かります。あ、こんだけあればもういけますね。そうっすね、ここら辺2階なかったっけな。そろそろじゃあ迎撃体制を整えますか。そうですね、次の範囲がどこになるかで決める感じでしょうね。はい、OKOK。 そこですね、まとまってた方がいいですよね。もうそうですね、今完璧です完璧です。はい、ここに行きましょう。今みんながいるここ。了解です。あー、どっから来るか。あ、この家ですかこれ。ちょっと待って、車乗ってる。あ、違う、いや、これ飛行機です。飛行機ですね。ここ入っちゃっていいですか。じゃあ入っちゃっていいです。全部閉めちゃいますよ。はい、サプレス、 AR のサプレッサーもう一個ある。なので必要だって言って。はい、どうやって2階に上がるんだろう。階段がない。階段あった。さあ、範囲がまた取ってるな。来るとしたら多分上からなんですよね。山の上からってことですか。どこ、あ、なんか出ていっちゃった。ワンさん出ていっちゃった。車落ちない？しないか。いや、しないです。すげえ川があるな。飛行機かな。え、今西村さん上にいます？3階にいます僕。3
3階か。3階があるのか。これいいですね。頭抜かれないかな、大丈夫かな。みんなが結構走ってる。じゃあ自分ちょっと SW から来ないか。まあ来るとしたら、はい、この N からこう W、SW の間ぐらいのところだと思うんで、そっちをちょっと重点的に見といた方がいいと思いますね。了解です。じゃあちょっとこれ立ってたら危ないですかね。立ってたら危ないと思う。そのみんなが、はい、あの全員一緒にいるはずなんで、一人でも見つかるとアウトなんですよね。確かに。ここ投げられちゃうかな。これガラスあるんですか。これガラスあります。怖え。これ4人を倒すっていうのも怖いですね。なんか一匹倒したらかなり有利ですからね。もう先に見つけたらもう勝ちもありますよね。あります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 。しかも範囲かなり取ってるんで、しかも車下に持ってきてくれてるじゃないですか。お、すごい有能。かなり有能っすよ。範囲が来てるけどな。どっから来る？お、ああ、行きましょう。もう早め早めで範囲取りに行きましょう。いやーこれきついな、この車めっちゃ頭抜かれるやつやん。オッケー、頼んだ。もう運転を視聴者に任せていく。山の上ワンチャン寝るかな。この辺から行ってもおかしくない。どっからなってます？アポロさん、やべ、アポロさん聞こえます？アポロさん、でも範囲が、あーごめんなさい、聞こえます？あ、見えた、見えた、いました？今走ったの見えたんだけどな。はい、取られてやばいですね。やばいですね。ちょっと回復できますか？今回復します。やべ。めっちゃ撃ってる。範囲取りにくくないですかこれ？取りにくいっす。いたいたいた。どこですか？N。N を走ってますね。昨日。自分もちょっと前に出ますね。はい、います。やべ、撃った、撃たれた。アレクサさんっぽいな。 N 走ってます？ちょっとやべやべ、草さんだ。どっから撃ってんの？ OK、わかった。N、 アレクサの草さんですね。草さん一人殺した。やべえな、やられちった。自分チームももう結構やばいんで。やばい。
ワンさん頑張って。日野さん頑張って。ちょっとチェーンさんと自分はもうやられてしまったんで。うわー、草さんにやられた。あー、くそ、やばい。くそ、抜かれた。くそー、無理か。ワンさん頑張れ。ワンさん頑張ったし。いや、ワンさんでも車でね、全然違うとこ来てるから。あー、見つかってる見つかってる。今何人いますかこれ。相手が3人、1人ダウンさせた。これどうやって変えますこれ、画面を。お、すごい。お、すごい強い。いや、気絶させただけだから。倒しましたね。うん、あ、起こしてない起こしてない。いや、ワンチャールワンチャールワンチャール。2人いる。どうやって画面変えんだろう。いや、ワンチャールワンチャール、2人気絶してて、 あとケソさんだけじゃない。そう、いや、2人います。やべ、2人出る。しまった。あ、やばい。はい、がやばい。2人いますね。おお、なんとー、負けちゃったか。草の人か。負けましたね。負けましたね。自分がすげえ早くやられちゃったので。まあちょっとあっち行きましょうか。はい。あ、やりました。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。いやー、びっくりした。お疲れ様です。いやー、味方の人強かったですね、あの新武器の。いや、結構いい勝負しましたね。頭抜かれた。そうそう、みんな抜かれてて、うわ強えなって。あの劇的状況どう立ち回るんだろうなって思った時に、そう、ラスト、ね、一人が奮闘して、お、これワンチャンあるぞっていう時に、やっぱ安定の草の人さんの立ち回り、はい、はいですよね。立ち回りがちですね。へそさんが打たれた瞬間にグリマをおとりにしながら範囲取りましたね。グリマーをね、決算を頑張って起こそうとしてたグリマーを。あ、僕はもう捨てて、その次の試合を見てましたね。いやけど、やっぱり西村さんの、はい、忍び寄る形でサプレッサーの AKM で抜いた時は、うわ、やってんなやってんねーって言ってもうムチコにね、褒めてもらえる感じだったんですけどね。 あれかっこよかったですけど、その後がクソイムで、いやー、みたいな。勝てない勝てない、打ち合い勝てなかったな。もう草さんたちあそこにいたんですか、もう結構早く。もう3パターンぐらい動きを予想してて、はい、検問を嫌って、はい、船で上陸してくるパターンをまず第一想定してて、はい、で船で上陸してくる場合、北か南かなんだけど、はい、南に範囲が寄ってるから、はい、こういきなり南に行くのを嫌がって、はい、なるべく北側から順番に探索しながら来るだろうっていう風に最終的には読んで、で範囲、最後の範囲がもうあの雑木林になったんで、先に雑木林取っちゃえばもう車でインしてくるしかないんで、雑木林を最初にクリアして、で車の音聞いたケソさんの反応で僕が車見つけて、そこからこう一方的に光線が始まった感じですね。いやー、何もできなかったな。ちなみに立ち回りどんな感じだったんですか。いや、まず開幕そうですね、あの左の方行ってましたね。開幕ザラキ行きましたよね。そう、ザラキ行ったんですけど、ザラキ行った瞬間下刺されたんで、もう全力でもうミリベ入ったんですよ、初手。ああ、やっぱ先ミリベだったんですね。そう、初手ミリベで、でもうミリベ入っちゃえば待ち伏せできるやろっていう感じでミリベ入って、結構ね、装備は良かったんですよね、全員。そうですね。ああ、ちょっと回復がちょっと足りないっていうのがあったんですけど。まあ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 、僕らもドリンクとかなくて、グリマとかもドリンク飲んでない状態で。やばかったっすね。あれ、初手ミリベのパターンだったんですね。そうですね。そう、で外れちゃって。そう、最初に初手ミリベ行けるんだったら行こうって言ってたんですよ。はいはいはい、はい、言ってたんですけど、このルートだったらミリベこう両方残されてね、両方ミリベ降りてたら結構きついなって言ってザラキ降りてたんですよ。うん、なるほどなるほど。僕らはヤズナヤマイスターがいるからっつってヤズナヤに降りたんですよ。いや、なんとなく、あ、降りてるっつって、さっきスクールだったでしょ。はい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 。さっきね、そう、配信をちょっと見直してスクールだったことを確認したんですよ。で、今回も僕はスクール読みだったんです。ああ、なるほどね。
まあ、僕の性格がありえますね。そう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 、うん、ここは大丈夫みたいな感じで来るだろうなと思って。はいはいはい。あ、ジャーナさん15万登録おめでとうございます。あ、おめでとうございます。おめでとうございます。この放送で迎えられて本当に光栄です。いやー、素晴らしい。やっぱりね、見ててね、やっぱそのお互いの性格が出ますよね。あの人と合わせるよねっていうその読み合いもあるし、やっぱ身内でやる PUBG ってこんな面白いんだなって。いやー、難しい、難しかった。いやー、面白かった。見ててすごい面白かったですね。いやー、いやもうあれ絶対草さんだっつって言ってたんですけど。そうそうそう。あいつは草さんだっつって。そしたらなんかもうやられました。いやー、打ってるやつがなー。さっきの試合、あれなんですよ、AR と SR の排出率と、あとスコープか、上げたんですけど、探索した。いや、もう完璧でしたね。僕逆に全然見つからなくて、もらいました。あ、ケソさんがグリマさんからもらったのを、僕が8スコもらって、あ、でも4スコ確かにあれだったんで、最後、本当、ワンさん、めちゃめちゃ AM いいですね。あ、ワンさん強い。ワンさん待ち伏せ型だから待ち伏せを先に潰したら絶対に勝てると思ってたんですけど、はい、ワンさん普通にあれ打ち合いできる待ち伏せですね、うん、しかも最悪だった。判断がめちゃめちゃいい。そのもう範囲やばいっつって、あの多分草さんたちが乗り捨てた車かなあれを、はいはいはい、持ってきてこう縦にするっていうところまで一人で勝手に、はいはい、そう、チェーンも乗ってたんですね。僕チェーン一人しか乗ってないと思ってて、チェーン抜いた瞬間に、はいはい、あ、このジープおとりだと思って、やばい、西武さんが横から来ると思った時にはもうウィークリーダスやられてたんですよ。はいはいはい、はい。西武さんが南に行ったのも全部僕ボイチャーで共有してて、北に、南にみたいな。で、まあ西武さんが案の定ウィークリーダスとか倒れたんで、絶対これ西武さんだと思って速攻で西武さんが好きそうな左側の配信全部クリアして、いたーと思って、純正なってないけど、いたーと思って、もう完全に性格の読み合いですよね、本当に。すげえ、わかんないそんな。いやもう僕と西村さん100時間近く一緒にやってるんでわかるんですよ。まあ確かにね、あの僕はいつもこう草さんをおとりにして、あの草さんを狙ってるやつを横から撃つっていうのがもう毎回なんですよ。はいはい。だからチェンとワンがジープに乗って暴走した時点で、西村さんは絶対あの車に乗ってないと思ってドライバー抜いた瞬間にもう僕別のとこ見てましたもん。そしたらワンが乗ってたんですよ。だから最後までワンを見つけれなくて、すごいな。ボイチャをしてたの、そっちはずっと。こっちは、うん、あれですよね、してないですよね。そう、できなかった。あの、音できなくなっちゃって、バグで、あの僕らの声も届かなくなったんですよ。だから、まあ、同点ってことですよね、多分。そのバグを換算すると、ほぼ同点ってことですよね、多分ね。2回勝ってますけど、こっち。いやー。いやー、面白かった。ありがとうございました、今日は。ありがとうございました。いやー、めちゃ楽しかったです。めちゃ楽しかった、ね。またこういうこと言っていただけたら、気軽に草さんとかね、アポロさんの生放送呼んでいただけたら、いつもこういう機会作りますので。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あの、改めて、ね、はいはいはい。あの、ジャンヌさんのチャンネル登録をちょっと草さんあの誘導してください。皆さん、ジャンヌさんのチャンネル登録、僕のドンカツ綺麗にお願いします。よろしくお願いします。皆さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、面白かったです。面白かったです。もうなんか相手のパーティーの動きが読むっていうのが、こう普段以上に読めるから、うん、読んでこうしてくるパターンみたいな3パターンぐらいこうルーティング潰して、はい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 、はい、めちゃめちゃ楽しかったですね。でも先上陸だったんですね。僕先上陸一番薄いと思ってました。へー。いやちょっとね、さすがに降りた場所が悪くて、先上陸以外の手がなかったですね。もうそのあそこで家がなかったですね。そうそうそう、あそこでもう漁っていくか先上陸かの二択だったんで。なるほど、なるほど。したらもう先上陸かなと思って。アンコールアンコールってめっちゃやってますけど、今日はこれで終わりで、またこの配信やりましょうって感じですね。そうですね、この企画またやりましょう。はい、なんで1週間ちょっと草ポテトキッズになっていただいても。あ、ちょっと待って、今今変えますね。本当にすみません。するんで。僕もアポロさんちゃんとリツイートするんで。全部リツイートするんで。いやじゃあちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ます。またね。こんな形で。あ、待って、ちょっと待って。今草さんが、草さんじゃない、あの、はい、アポロさんが上がりますって言ったから、あ、スーパーチャットありがとうございます。こうアポロ、そう、スーパーチャットが来ると、あのアポロさんが上がりますって言ってくれるっていう。
え、どうですか。あ、いや、僕の配信でです。あ、本当ですか。僕の配信、そうそうそう、もらった音源、もらった音源で。さあ、ジャンさんどうですか、僕 ATSA に。いやー、どうなんでしょう。いや、結局僕大会とかなんかいろいろと今後配信していって、で最終的にそこで上位の人たちを呼ぶって形なんで、やっぱそこで草の人さんにはかー、やっぱ実績を残さないといけないのか。わかりました、わかりました。や、 やるとしたらお互いでまた実況解説でうまいことやっていけたらいいんじゃないかな。やったぜ、はい、これちなみにどうやって変えるんですか。あ、プロフィール編集か。プロフィールで、じゃあ自分はもうやりましたよ。はいはい、やりました、やったー。多分アポロ様を草ポジに消してしまったか。いや、もう次はじゃあ OK です。僕も完了です。やったー、キッズが増えた。やばいな。次はこれから100人規模でやりたいですね。そうっすね。あ、そうっすね。草の人に負けたらツイッターでお前ら全員アット草の人キッズって書ける。リスナーさんを巻き込んでいく感じで、はい、そういった形でね、やっていけたら。めっちゃ楽しかった。想像以上に楽しかった。次はハンドガン戦とか、ね、クロスボウだけとか。ああ、ハンドガン戦で同じことやりたいですね。プシュンプシュンって書いてあるんですけど、一生懸命リロードしてるところをグーパンで殴った方が強かったりするんでしょ。ね、これの筋肉殴り合いとか多分相当ね、ギャー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 騒げると思うんで。三国無双じゃん、マチェテで。またその時はあの協力しますので。ういっす、ありがとうございます。はい、お願いします。じゃあ、okay。 今日は配信これで終了します。3分のディレイがあるんでコメント皆さん今回読めなくてごめんなさい。すいませんでした。すいませんでした。お疲れ様です。参加してくれた視聴者の方もありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ぜひまたやるとき参加してください。ということで、お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあ配信切ります。はい、いきます。ポチン。 I remember you